聴ありがとうございます。なんちゃってギター弾き大工マンです。さて、今回は、カモの流れにの弾き方を解説します。左手で押さえるコードや右手の動きがよくわからない方は、基本動画をご用意しておりますので、そちらも合わせてご覧ください。講座では歌いやすいキー、押さえやすいコードを最優先。そこで、今回は2フレットにカポタスト。Am コードを軸に進めてまいります。これはオリジナルと同じ高さですから、弾き慣れてくれば、アーティストの音源に合わせてコラボ演奏を楽しむことができます。では、いつものようにコードチェックから。使うコードは全部で7種類。アルファベット順に見ていきましょう。Am コードは5弦がベース音。和音の要となる低音です。5弦から響かせましょう。人差し指を離して A アド9。こちらも5弦から。C コードも5弦がベース音です。5弦から。小指を3弦に付け足して C7。こちらも5弦から。Em は6弦がベース音。6弦から。3弦に人差し指を付け足して E コード。こちらも6弦から。F は押さえやすい簡易型を使いましょう。6弦5弦を弾かず4弦から。コードチェックが済んだら次は右手の動き。今回はアルペジオ、つま弾きです。図をご覧ください。左から右に時間が流れていきます。一番上が一番細い1弦、一番下が一番太い6弦です。アルファベットの赤文字は押さえるコードによって弾き始める弦が変わることを示しています。例えば Am コードですと、弾き始めは5弦親指。次に3弦人差し指。2弦中指。再び3弦人差し指。ここまでが前半のタラリラ。後ろ半分はまず1弦薬指、3弦人差し指、2弦中指、3弦人差し指。これでリラリラ。全体を通しで弾くとタラリラリラリラとなります。これが Em コードですと6弦から弾き始めてタラリラリラリラ。 F コードですと4弦から弾き始めてタラとなります。ここから先、習熟スピードには個人差があります。画面左上、緑色のマークが出ているシーンはゆっくり演奏している部分です。動画を繰り返し再生され、一緒に弾いて練習を重ねてください。ではメロディーラインへ入っていきましょう。最初にイントロです。オリジナルでは複数のギターによって複雑な音色が作られていました。アコギ1本での再現にはおのずと限界がありますので、一例として初心者様向けの弾き方をご紹介します。そのあたりあらかじめご了承ください。では先にお手本演奏を聴いてください。まず A アド9を弾き下ろして、次は人差し指を大きく移動させます。今回は2フレットにカポタストを入れていますので、そこから数えて5つ目ですが、
フレットマークを目印に数えた方が分かりやすいので、カポタストを無視して、3、5、7、7フレットの1、2、3弦を人差し指で押さえ込みます。ただ、第3弦は途中までは弾かないので、押さえなくても構いませんが、最後で響かせる箇所があります。そこで最初から3弦分の指位置で固定しておく方が好都合でしょう。7フレット1、2、3弦を人差し指で押さえたまま、1弦10フレットを小指で押さえてスタートです。親指と薬指で5弦と1弦を同時に弾きます。すぐ2弦を中指で、小指を9フレットへスライドさせて、1弦薬指、2弦中指、小指離して1弦、2弦、小指戻して1弦、2弦。ではアップで見てください。5、1、2、1、2、1、2、1、2、もう一度。1弦9フレットは薬指で押さえる方法もあります。お好きな方を取り入れてください。小指をスライドさせる方法で2回弾いてみると、では今のフレーズをゆっくりご一緒に2回繰り返して弾いてみましょう。ゆっくり4カウントで入ります。標準スピードに達すると、となります。3回目は前半同じように弾いて、ここまで弾いたら、人差し指を5フレットマークに移して、6弦1弦を親指薬指で同時に弾いて、2弦中指、もう一度。次は指が痛いのですが、人差し指をスライド気味に元の7フレットマークへ戻して、5、1、2、3、2、1。ここまでをゆっくり通しで弾いてみると、今の通しを計2回行って歌に入ります。このあたり練習を重ねて全体の形を指に覚え込ませてください。イントロが標準スピードに達すると、1行目前半分、優しい雨のの部分、ここは最初に練習したアルペジオで弾きます。先にゆっくりお手本を聞いてください。優しい雨の、
けゆっくりご一緒に。フォーカウントで入ります。ワン、ツー、スリー、フォー。やさしい。標準スピードに達すると優しい雨のとなります。擬音待ちの部分はやや変則的な弾き方になります。先にゆっくりお手本を聞いてください。擬音待ち。最初のA マイナーと E マイナーはアルペジオの前半分。5、3、2、3、6、3、2、3。最後 A マイナーの部分。5、3、2、3と弾いたら次は4、3、5、5と弾きます。4弦でハンマリング。3弦を弾いたら5弦。次は中指を5弦2フレットに上げてと弾きます。アップで見てください。5、3、2、3と弾いたら次は4弦をハンマリング。3、5、5。では擬音待ちの部分だけ弾いてみます。擬音待ち。そして次の C へつないでいきます。もう一度。擬音待ち。では擬音待ちの部分、少し難しいかもしれませんがゆっくりご一緒にフォーカウントで入ります。ワン、ツー、スリー、フォー。擬音待ち。標準スピードに達すると擬音待ちとなります。さらに1行目前半分が標準スピードに達すると優しい雨の擬音待ちとなります。後ろ半分、先にゆっくりお手本を聞いてください。川の流れに映るあなたの姿。ではこの部分ゆっくりご一緒にフォーカウントで入ります。ワン、ツー、スリー。川の流れに映るあなたの姿。この部分が標準スピードに達すると川の流れに映るあなたの姿となります。2行目前半分のゆっくりお手本を聞いてください。あれは初めての恋。
あ、ゆっくりご一緒に、フォーカウントで入ります。ワン、ツー、スリー、フォー。あれは、初めての部分が標準スピードに達すると、あれは初めての恋となります。後ろ半分、最後の手順がかなり複雑です。先にゆっくりお手本を聞いてください。見つめ合う、見つめ合う、今回の課題曲の聞かせどころ、 Dコードからハーモニクスまでを解説します。最後 E コードを押さえて6、4と弾いたら、全体を1フレット分スライドさせて3、2、3、2と弾きます。ここまでが前半。後半は小指で2弦を押さえて弾いて、小指以外を離してもう一度2弦を弾いたまま2つスライドでビブラートをかけます。もう一度 E コードで6、4、スライド3、2、3、2、小指2弦スライドビブラート。もう一度音だけ聞いてください。そして最後はハーモニクス、場所はフレットマーク15弦の場所。普通のギターですとネックとボディの境目になります。厳密に言えば15フレットと14フレットの間の棒の上、1弦2弦のところに人差し指を軽く当てて親指で強く引き下ろし、または中指薬指で同時に強く引き上げ、同時に人差し指を離せば共鳴が起こって1オクターブ高い高音が出ます。親指で引き下ろしてみると、中指薬指で引き上げて、ただこのハーモニクスという技はタイミングが難しくて、指を離すのが早すぎても遅すぎてもうまく響きません。どうしてもうまくいかない、自信がないという場合は、14フレットの1、2弦を弾いて代わりの音にすることができます。お好きな方を取り入れてください。では、少し難しいかもしれませんが、E コードのスライドからハーモニクスまでをご一緒に、ゆっくり4カウントで入ります。ワン、ツー、3、4。2行目後ろ半分が標準スピードに達すると、見つめ合う、見つめ合う人、3行目、ゆっくりスピードのお手本です。あなたと二人、
マイナーは5弦から、Em マイナーは6弦から弾きましょう。では、ゆっくりご一緒に4カウントで入ります。1, 2, 3, 4。あなたと二人3行目が標準スピードに達すると、あなたと二人となります。全体の弾き方解説は以上です。この後、動画下概要欄よりリンク先へ進まれ、別冊付録、カモの流れになんちゃってお手本演奏をぜひご視聴ください。その際、本編で練習した弾き方とはやや異なる実践的で変則的な弾き方が混じりますこと、あらかじめご了承ください。ということで、本編のご案内はここまで。お疲れ様でした。